旧石川県庁舎を改装して2010年にオープンした椎の木迎賓館、今日入館者500万人を達成しました。椎の木迎賓館は1924年に建設された旧県庁舎を一部改装して2010年にオープンしました。館内にはレストランのほかギャラリーがあり、多くのイベントが開催され、オープンから11年目を前に今日入館者500万人を達成しました。500万人目となったのは白山市から訪れた鶴尾龍太さん親子で、谷本知事から記念品が贈られました。500万人ということで、本当区切りいい数字で、びっくりという気持ちが一番強いです。椎の木迎賓館は歴史的な建造物として国の有形文化財に登録されており、今後正式に登録される見込みです。